っぱり今日思ったのは、本当にグリーリッシュが足のみこっちでこういうふうにこの低い位置で受けちゃうから、結果これが怖くて回り出せないっていうのと、受けた時後ろ向きになっちゃう。であとは歓声の中に入りすぎてるからこのコースが通んない。で明けにパス行く時にはもう明けからもう明けも中入ってるから、このパスもらおうとすると降りる。結果ここの選手戻ってきて対応できるから、活躍するには2人3人抜かなきゃいけない。これをちゃんと外側にする、もしくはあのカンセロがちょっと幅とこう間つなぐいであげるポジショニングと、そうするとこうでこう運びながら内も外もあるし、まあ、相手出てきててもカンセロだったらオープンに置いてこうもできるからっていう、ここ整理してあげないと両ウィングがね、ただ幅取ってるだけの人になっちゃう。ずっとこの難易度高いこのパスばっかり狙うみたいな。ウエストハムだからよかったけど、そこ直さないとシティはきついね。まあ、ちょっとアーセナルとちょっと問題似てんのもちょっと面白いっすよね。ハランドおめでとう。まあ、その辺もね、まあ、ペップのサッカーってこう修正されるしね。内容が抜群じゃなくても、選手の質のところとかこうね、いいシーンいっぱいあったからして、まあ、それは去年よりもいいところでしょうね。去年は内容がひどくて結果もついてこなかったからね。グリーリッシュはちょっと心配ですけどね。